嫌がらせかよ。な、
申し開きの機会をくれ。他の老師たちへは私が報告しておきましょう。というと？シーモア様はエボンの老師である前にグワードの族長ですから。やるってことすか？ここから無事に返してしまってはシーモア様が許しますまい。待ってよ、ほらあのスフィアを見れば分かってくれるよ。これですかな。グワードの問題はグワードが解決します。どけ、走れ。おい、こっちだ。おい、こっちだ。あんたたち、やばいぞ。
力を貸してください。
エボンの賜物、エボンの教えに従う人ならこんな言い方をしたんだろうな。みんな一緒だし無事だった。先のことを考えると頭痛かったけどさ。ここ湖の氷の下よね。ほらあれ、マカラーニャ寺院の底よ。ずいぶん落ちたわね。老子を殺めた反逆者。さて、どうしたものかな。あんたってさ、とりあえずやってから考えるって感じだよな。いい歳なんだし、みんな頼りにしてるんだしさ。説教か。そういうわけじゃないっす。感想っす。他人に頼るなとまでは言わんが、頼って当然、守られて当然とは思うな。そんな人間にはなるなよ。説教すか。助言だ。召喚師が若いと何かと面倒が多いな。祈りの歌。そんなに落ち込むなよ。悪いのはシーモアだろ。どっちが悪いかなんて関係ねえんだよ。俺はずっとエボンの教えを守って暮らしてきた。それなのに今じゃ反逆者だぞ。どうしてこんなことになっちまったんだ。くそ。リュックは関係ないぞ。俺の気持ちなんかわかんねえよ。おおらかの連中、元気でやってっかな。ユーナはすぐに目覚める。決まりにはわかる。追っ手の姿は見えない。ユーナは大丈夫だよ。ちゃんと息してるしね。ルルーとワッカは？ワッカは見た通りきつそうだな。ルルーはいつもと変わらない。なんかかっこいいよね、大人って感じだし。まあ私もあと 5,6 年ってとこかな。なあキマリ、どうやってここから出ようか。話そらすな。よじ登るしかない。キマリもなりたいものになれるのはなろうとしたものだけだ。ルルーみたいになりたかったら努力せいってことだろ。お、頑張るよ。リュックはリュックのままでいい。あ、無駄な努力するなってこと。決まり。お前らよく笑ってられんな。シーモア老師にジスカル様のことを聞こうと思ったの。そしてきちんと寺院の裁きを受けてもらいたかった。結婚はその引き換え。必要ならそうしようと思った。
で、シーモアは何て言ってたんだ？何も答えてもらえなかった。結局、私のやったことって何だったんだろうな。もし最初からみんなに相談していたら。もういい。しなかったことの話など、時間の無駄だ。そんな言い方しなくてもいいのに。ユーナの後悔を聞けば満足するのか。そんな言い方しなくてもいいのに。決めねばならんのは今後の身の振り方だ。旅は続けるんだ。はい。でも寺院の許可が得られるでしょうか。召喚士を育てるのは祈りごとの接触だ。寺院の許可や教えではない。お前に覚悟があるなら俺は寺院に敵対しても構わんぞ。うわ、すっごいこと言うな、アーロンさん。俺は反対だ。俺たちは犯した罪を償わなくちゃならねえ。確かにシーモア老師のことはあまり好きじゃなかった。なあ、未編セッションの時から気に入らねえと思ってたよ。ジスカル様を殺したのはもちろん許せねえし、それからあれだ、俺たちを殺そうともしたけどな。それでもやはり罪は罪、裁きを受けるべきです。ベベルへ行こう。聖ベベル級のマイカ老師に事情を説明しよう。それしかないと思う。そのつもりだ、うん、アーロンさん。話はついたようだな。一緒に来てくれますか。ことを荒立てたのは俺だからな。そうそう、大抵アーロンが話をややこしくするんだよな。だよね。キマリがガーって吠えておっちゃんが突っ走ってさ。ついてこいと言った覚えはない。仲間が言ったらほっとけるかっつーのなあ。うん、ありがとう。は？仲間か。ったくこの非常時のんきだな。おい、単純っちゅうかずぶといっちゅうか。あんたはカリカリしすぎ。歌でも聴いて気を静めたら。寺院から聞こえるのか。うん、心静めるエボンの賜物。なんかよ、少し前からざわざわっちゅうかゾクゾクっちゅうか、そんな気しないか。やっぱするよな。落ち着かねえな。これ誰が歌ってるんだ。祈り子様よ。祈り子って歌ったりするもんなのか。それ以外に説明がつかないでしょ。ねえ、地面揺れてない？えへへ、仲間か。アルベド族以外に言われたの初めてだよ。ちゃんと話せばマイカ老師も分かってくれると思うんだ。この辺りの匂いが変わった。良いことか悪いことか、決まりには分からない。敵意は感じない。この歌、ジェクトも歌っていたな。ああ、こればっかりな。へったくそでさ。下手なのはお前も同じだ。
聞いてたのかよ。かあ、油断も隙もないな。お前の歌を聴くたびにスピラのことを思い出した。そっか、あんたスピラからザナルカンドに渡ったんだよな。やっぱり心細かったのか。そうな。なあ、どうやってザナルカンドへ行ったんだ、シン。やっぱそうだよな、決定的だった。ザナルカンドとスピラをつないでいるのはシンだから、シンを倒したらザナルカンドへは帰れない。いつまでも休んではいられんな。あれ、歌が終わったみたいね。なんかいるんじゃねえか。この時だった。シンは親父なんだってこと、初めて素直に受け入れることができたんだ。歌聞いてたんだろ。今度はなんだよ。ああ、あんたが思い出してんのか。もう無理だって。あんた真なんだろ。大きくなったって分かったよ。終わらせたいんだよな。俺が何とかしてやるからな。